女子区期は、中華民国の法学者、外交官。香港大学を卒業して、文学士の学位を取得後、アメリカに留学し、コロンビア大学で、文学修士号を取得した。帰国後は、香港大学に戻り、国際法の講師を務めている。1920年からは、私立遠京大学助教授に任命され、翌年、コロンビア大学博士号を取得している。 1928年、遠距大学政治系主任権教授となり、以後、教務委員会主席、研究委員会主席、社会科学委員長、法学委員長を歴任した。1931年に、満州事変が勃発すると、女子祝機は、国民政府に招兵され、東北外交研究委員会委員に任ぜられる。間もなく、 国際連盟調査団中国代表どころ、専門委員に任せられ、さらに国際連盟中国代表団専門委員、放課研究所所長にも起用された。日本軍の南京攻略戦時に設置された、南京安全区国際委員会の記録集ドキュメンツ・オブ・ザ・南ンキング・セーフティーゾーンを1939年に編集した。日中戦争最中の1940年に、 国際連盟理事会中国副代表に任せられる。1942年6月、外交部にし足市長代理となった。戦後は国際連合関連の職務を務めた。国境内戦で中国国民党が台湾へ逃れた後の1956年、中ペルー県中ボリビア大使に着任した。その後も中華民国を代表して、 国際連合代表団全県代表を何度か、務めている。1962年、中カナダ大使に任命された。1982年、死去。去年91。バージニア大学の東京を、クライムズトライアルデジタルコレクションには、ドキュメンツオブザ・ナンキング、セーフティーゾーン、エディテッドバイ・シューシー・ HSU、PhD、 サムタイムアドバイザーツーザミニストリーオブフォーリン、アフェアーズ、プリペアドアンダーザーオースピス、オブザカウンシルオブインターナショナルアフェアーズ。チュンキング、プリンテッドバイ、ケリオルシュ、リミテッド、上海・香港・シンガポール、1939とある。ブリティッシュ・コロンビア大学が公開している、ドキュメンツ・オブ・ザ・ナンキング・セーフティー・ゾーンでも紹介。 富沢重信、原点による南京事件の解明。ありがとうございます。